ただいまより第2回フライングパワーディスク大会体験会兼大会始めまーす。今回かまずに言えました。今回の参加者、減ってしまいまして9人となってしまいましたが、普段通り開催させていただきます。簡単にルールの方を説明させていただきます。まず対戦者同士でまずじゃんけんをしていただいて、筐体選択権もしくは対戦コート選択権いずれかを選んでいただきます。そして対戦コート選択権を選んだ方がレバーとボタンを動かしてコートを決めてください。決めてる間は選択権を持っていない方の方はレバーとかボタンは一切動かさないでください。そしてワンラウンド、今回45秒から60秒に変えて試験的に行わせていただきます。前回短かったという声が多かったので今回60秒に変えさせていただきました。そして15ポイント選手もしくは60秒以内でポイントが多い方が1ポイント、そして2ポイント1セット、2セット選手もサドンデスあり、そしてこの大会は負けトーナメントの方、いわゆるゴミ蓋トーナメントの方も行わせていただきます。1人最低2試合保証ですね。そして勝った側の優勝者と負けた側のゴミ蓋側と双方決めまして、それぞれに商品を用意させていただきましたのでよろしくお願いいたします。さてそれでは始めさせていただきたいと思います。今回ゼロ回戦が1つありますので、これは初見初見どっちでしょうか。初見さん と、私ですね。で実況の方は、デブルさんの方にお願いいたします。初見さんは初心者でよろしいでしょうか。やったことない、じゃあ私キャラを変えてやりますね。はい、はい、実況を務めさせていただきますデブルドラゴンです。いきなりゼロ回戦からね、三月さんとね初心者という凄まじい組み合わせになってしまったわけですけども、いつきさんは大会主催者にして前回の優勝者二達会で私を散々ねひどい目に遭わせてくれた方です。そして初見さんは、今回は初めての参加ということで、ありがとうございます。フライングパワーディスクの魅力が伝わると良いのですが、ナイスゲームを期待しましょう。 1P 側に初見さん、 2P 側にいつきさんが座っております。初めての今日初めての対戦ということで操作説明の方を今映させていただいております。フライングパワーディスクに興味があったか持った方はこの操作説明でどういう操作をすればいいのかっていうのを大体理解してくださいね。あ、台車通ります。道を開けてください。では、お互いに選んだキャラクターはイタリアですね。ほうほうほう、はい、初見さんの方コートを選んでくださいね。選ばれたコートはコンクリート、あー真ん中の反射板と端の5ポイントゾーンがとてもいやらしいコートです。ではセット1開始。 1P 側からですね、まずは遅い球を、そしていきなり必殺ショットを打つが反射板に弾かれた。さあお互いに最初のセーブはどう取っていくのかというところなんですが、初見さんもなかなか取っているが、ここでカウンターのショットを端に決められて、まずは三月さんが先取。そうですね、このゲームで取ってから早く投げれば投げるほど基本的にディスクは速くなります。おっとここで5ポイントを決められて同点ですね。反射角の揺さぶりと上下の揺さぶり、それがフライングパワーディスクの崩し手の基本です。さあどう出るかというと、おーっと端にショットを決められて、まさかの三月さんがリードされている展開。15点そのまま入って、1セット目は初見さんが取るという結果になりましたね。ではセット2、ここから反撃していきたい三月さんですが、真ん中の反射板で反射されていて、まずは5ポイント。そうですね、この反射板がすごいいやらしいコートなんで、跳ね返りを意識してないとなかなかここのショットコートでは試合にをすることができません。僕も散々このコートに流されております。ちょっとそうですね、スーパーショットを気合を貯めて放つスーパーショットはある程度早めに取らないと押し込まれてしまいます。ジャストキャッチすればどのキャラでも問題なく取れるんですが、そうでないジャストキャッチ以外のタイミングの場合はパワーのあるキャラの方が有利になってしまうんですね。ここで三月さんが連続でポイントを取って11対2、2セット目はさすがに三月さん有利の展開が進んでいる。台車通ります。ここで14対2、マッチポイントが近づいてきましたね。15点先に取ることでマッチポイントなので、
おお、ここで、スーパーカーブが決まって、5対14。しかし、時間が足りずにそのままワンセット。さあ、ファイナルセットになりました。ここで美月さんがトスから、ロブシュート、スーパーロブシュートですね。さあ、上下に投げ分けて相手のミスを誘っていく。リスクはカウンターで投げれば投げるほど速くなる。6対0。さすがにここは美月さん曲げられないといったところですかね。あ、ディスクを落としてしまった。落としてしまうと、2ポイントのロスになります。さあ、どちらが先に、このまま行ってしまうのか。おお、3ポイントが決まって、3対8。まだまだこの程度の8秒あります。あ、しかしここに端にロブシュート、いやらしいですね。お互いにカウンターシュートが早く決まったんですが、最後は、ストレートシュートを投げて、美月さんが14対3と、そのまま押し切った形で、1回戦はさすがに美月さんですね。この辺はまあさすがにかじえてやった人にはまあ負けられないという感じですよね。では次の試合は、上からですね、クシーさんと初体験ハートさんですね。ではじゃんけんしてもらって、あの 1P2P 券が選択コートを選択するのかどちらかを選んでいただきます。交代で、はい、わかりました。乱入すればこのゲームキャラは全部選び直すことができるんで大丈夫です。ワンピー側が誰ですか。ワンピー側、ツーピー側の方は誰ですか。クシーさん。あ、ツーピー側がクシーさんですね。ということはワンピー側が初体験ハートさんですね。おお、お互いに。さあ、スタジアム、おお、コートはスタジアムを選択ですね。なるほど。お互いに同キャラ、スペインの同キャラ、そしてコートはスタジアムを選びました。さあ、セット1開始。このスタジアムには特殊ルールがありまして、リードしている側の5ポイントゾーンがどんどん広がっていくという特徴があります。つまり先行リードしようとすると5ポイントゾーンが広がり逆転を食らいやすいという先行逃げ切りが結構難しいステージになっております。お互いにポイントが決まって、6対6、同点。まだね、6ポイント以上の差がつかないと広がらないんですよね、これ。9対6、3ポイントゾーンにそれぞれ投げ込んで、静かな立ち上がりとなりました。あー、そうですね、はじめにやる場合はまずはディスクをこうトスした場合は落とさないようにするということで気をつけていくとうまくいけると思います。このカーブはなかなか対処できません。このスペインの選手は結構カーブが回る方なので、うまくこれを刺してきていいですね。というところで、17対12、まずは初体験ハートさんが、選手。あ、だんだん5ポイントゾーンが広がってきましたね。わかると思います。しまいにはあのコートの端から端に届くぐらいまで広がっちゃうんで、ここはなかなか難しいところですね。おー、カウンターの質シュートとか、あー、これはネットが落としてしまった。これはちょっと不運ですね。あー、決まったんですが惜しくも5ポイントゾーンにはなかった。しかし3-2、連続で決めて2対6。さあ、なんとか反撃していきたいところですが、ここでトスからの質シュート。しかしそれをカウンターで弾に冷静に決めた。9対2ですね。ああ、ここで5ポイントゾーンに刺さってしまった。あんなに5ポイントゾーン広がっちゃいますからね。9対7。ここはなんとかしのいで、1-1の単位のセットに持ち込んでいきたいところですが、おお、見事に防ぎ切って、1-1の単位ですね。さあ、ファイナルセットを勝つのはどちらになるのか。遅いショットでフェイント。しかしこれをトスして必殺ショット、これも防ぐ。互いにカウンターで速いコートを投げる。ああ、ここに弾き決まって
まず取ったのはワンピー側が3点ですね。ああ、ここで惜しくもディスクを落としてしまう。しかし5ポイントゾーンは広がった。一発5ポイントゾーンにぶち込めば十分に同点に並べる。ああ、ここで刺さったが3ポイントゾーンになってしまった。5対3、タイムは30秒を過ぎたところ。なんとか逆転の目を考えていきたいところですが、8対3、まだしかし5ポイントゾーンありますからね、可能性は大丈夫、十分です。お、ここで5ポイントゾーンに見事に刺さった。点数的には8対8。ここは守りきっていきたい。ああ、ここで端に見事に決めて、お互いに11対1サドンデスですね。この場合は先に どちらでもいいから点を入れた方が勝ちになります。さあ20秒のサドンデス戦。ああ、最初の1投で決まってしまった。勝ったのは初体験ハートさんですね。おめでとうございます。では次は私の試合なので三月さんに実況を変わっていただきます。はい、実況変わります。次の試合ですが、聞いて笑え、デブルドラゴンさんと幽霊さんです。それではじゃんけんをお願いいたします。ほいほい、幽霊さんが筐体を選択権ですか。あ、じゃあ筐体選択権、じゃあデブルさんがコート選択権ですね。はい、じゃんけんで勝った幽霊さんが筐体選択権を取りまして、幽霊さんが 2P 側で、デブルさんが口頭選択権として 1P 側に入ります。それでは乱入お願いします。 1P 側は TRF ではおなじみのデブルさんで、 2P 側はスプライスの編集人として毎回おなじみの幽霊さんです。そして2人とも選んだのはベッセルで、コンクリートをどこを選ぶ、コンクリートじゃないどこを選ぶと、コンクリートでいっちゃった。このコートやらしいですよ。初心者なんで優しくしてくださいね。嘘つき嘘つき、このコート今のようにバウンドが本当にやらしいコートなので、実際上級者がやってももうバウンドでどこにボール、いや、リスクが行くかが分かりにくいというすんごいステージです。このコートは本当に上級者向けのコートだと思います。で、まず取ったのは幽霊さんだが、すぐにデブルさんが5ポイントゾーンに入れてやり返す。でもって弾いて、おっとピンの方でやってきた。で、端銀決めた10対3。しかし60秒今回設定してますので、でかなりまだ余裕あると思います。幽霊さんも一発逆転は十分ありえますと、弾いてこれはパワーたまらないんで上の方でとスピード合戦になっているが、幽霊さんが前に出てと出てるのが気になってたが、やっぱりジュースが入ってしまって13対3、手薄になったなと、18対3で一気にまずレオさんがストレートを取っていきます。前に出すぎて、ちょっと守備が手薄になってきたんじゃないかと思ったところ、さすがにデブルさんついてきましたね。ラウンド2です。で、おっと、接近戦同士、おっ、しかしギリギリ3ポイント判定だったーと思ったら、すぐにデブルさんが現れる。そして弾いて点5合戦に行けない。そのままデブルさん端っこに決めてと弾いて、これはラッキング楽譜じゃなくて、B ボタンラッシュの方で返してきた。8対6、2ポイント差まで縮めた。ガーッと一気に幽霊さんが5ポイント差して8対11で弾いたところ、上ガーッと8対16、ストレートでほぼストレートでやり返した。1対1に並びます。これはワンチャンがあります。さあファイナルセット、さあとギリギリ取ったが、やっぱりここはデブルさん走りにちゃんと決めていく。さすが前回のガチ勢の一人と、ちゃんとここはギリジグザグに惑わせて3ポイントと13対0。これはもうまだ15秒ぐらいしか経ってないとはいえピンチ。 しかし幽霊さんにまだチャーッとチャンスはなかった。そのまま18対0ストレートで、でデブルさんが勝ち上がりとなります。デブルさんが勝ち上がって、幽霊さんがゴミ豚とがめですね。幽霊で次の試合ですね。空城九太郎さんとポポロンさん。空城さんはどちらでしょうか。でポポロンさんはどちら。ではじゃんけんをお願いいたします。はい、じゃあコート選択、じゃあ筐体どちら、 1P 側で、はい、勝った空城さんがコート選択権を取ります。で、
空城さん側がスタートボタンを押して乱入してください。それでキャラのセレクトをお願いいたします。コスタとベッセル、そしてコートはタイルコース、一番スタンダードのコースですね。端っこ5ポイント、中央3ポイントと、ゲーム前半の基本的なコースになっています。おっと、まずレバーでスピンショットを狙っていったが、ラキンガーとちゃんと見えていたけど、そのまま正面にやり返して5ポイント。おっと、開幕に空城さんはスピンショットを狙ってますね。レバーが明らかにヨガファイヤーやってますが、じゃそこは騙されないぞと言わんばかりベッセルサイドもやり返す。でラキンガフは返すがーと弾いて、またラキンガフフラグがーと、ラキンガフが見事に下の方に刺さる、うん、以前このラキンガフのショットに関しましては、デビルさんが言ったように必ず中央を通る位置 があるっていうことなんで、そこを狙ってなんですけど、今のように前にいるとこのように B ボタンショットにやられちゃうんですね。なんで接近戦で必殺技の時は、コートを中央になるべく保って、どの位置でもダッシュできるような位置を探して立つことが重要ですと言ってる間に、ポポロンさんが一気に10ポーンと、もう終わってる、早い、あれ、ポポロンさんが一気に勝ち上がりで、空城さんが負けとがめの方に入る形になります。空城さんが、あえ、ちょっと待って、あ今ポポロンさんでしたっけ、福井から来たっていう人、うん、あ言い忘れてました がちょっと先ほど大会前にアンケートを取って、で遠方から来た人いますかっていうので、福井から来たっていう方が いらっしゃいまして、今はポポロンさんですね。見事に勝ち上がっていきました。で